はい、どうもリッチです。さあ今回もプラネットベースやっていこうと思います。さあ前回チュートリアルで、このゲームのね流れを学んだので、新規ゲームでねやっていきましょう。クラス D、 初歩的な惑星ですね。このマイルストーン取ると増えていくんだね。自殺行為か。この2つ目行きたいな。ちょっとシルエットですけど青っぽいんで地球感があるよね。またこういう感じか。火星みたいなやつでしょ砂漠ですよね、砂漠の中型の惑星で隕石と太陽フレアから守られていると。日射量が高くソーラーパネルの能力が最大限となり、風力タービンにも適していると。電力では困らない。砂嵐が起きるリスクが高く隕石リスクも少なからずあると。確かに簡単そうであるね。やっていきます。さあ、同じ光景前回見た誰かがね近くでチュートリアルやってるかもしれないね。さあまずは7人降りてきて作っていくんですけど、流れとしてはチュートリアルと一緒でいいのかな。まずは酸素室とそこに入るための入り口を作れば死にはしないよね最低限ね。電力としてはどっちでもいいので、どっちにしようか。風力の方が安定しそうだけど、ソーラーパネルいるんだ。まず置きますね。地形としては、うわ、やりづら。なるほど。真っ平じゃないのか。まあいいよいいよ。やってやろうじゃないか。ソーラーパネルに蓄電池。ちっちゃいのつなげといて。で、大きめの酸素発生装置を置いて、で、ここに水を置きますと。いや、無理か。じゃあこれでいいか。で、入り口を作れば、完成。あと寝る場所をできたら置きましょう。蓄電して夜も大丈夫で、水もできて酸素 OK と。いいね。寝る場所はまだ無理か。チュートリアル流れ的な感じでできたぞ。隕石大丈夫か。これが直に当たったりするわけですかね。寝る場所この辺かな。寝る場所確か行き止まりですよね。うん、だここで OK と。で、入り口は複数作りたいですけど、一回これで管理データ見てみます。インフラね。電力発電量が50で、多分日中50で、需要が 6.7。 蓄電もできてる5000。ちょっと足んないかな。水もあって、酸素が38生量で7人で7であれば30人いけますよってことですかね。そして寝る場所もできましたと。ベッドをね2つ3つ置きたいな。いいねいいね、持っとこう。よし、チュートリアルだと1個しか置けなかったん でコロニー船ね、資源を持ってきていて、コロニーを作るための資源があって、でリサイクルすることで追加の資源が獲得できますよと。で、次はキャビン。各ベッドが開拓者によって所有される睡眠用施設、四季並びに睡眠を回復する。四季かな、どっちかっていうと。そういう場所っぽいね。食堂を作りましょう。大きめがいいね。で、まず夜なりました。食べる場所がないのでちょっとそこは不安ですちょっと時間かかってるね。勝手に多分食べないと思うので、まず食べる場所を用意してあげたい。
大丈夫でしょうか。食堂かどっかに入り口作ろうかな。で、一旦倉庫とかないんですかね。入れたいよね。ないか？倉庫。処理工場じゃないんだよね。まずバイオドームとか行くとして、あ、貯蔵庫あるじゃん。一旦解体してさ、中で仕事できるにした方が安全だよね。出口もちょっとこっちの作ったりして、でもこれ2倍？ 2 倍か。完成したら4、2倍に戻して、4人テーブルをまず1つ、水飲む場所と、あとこれ作るやつだよね。作るやつ置いて、あとビデオスクリーンでショーを見ると。観葉植物はいいよね。テーブルこれで2つ置いてと。さあみんな食べよう。でまず作るね、やっぱりバイオドームかな。でかいバイオドーム作ってみよう。待って、でもさすがに資源がないのも困るよね。原材料、屋外施設だっけ、採掘場だね。後で使用する水を蓄積する。あー食べれんのか。え、こんなん習ってないよ。どこ置くんだっけこれって。あれ、あ、この辺か。よし、つないじゃって、電気ちょっと不安になってくるか。まずは建築資材を作れるように状況を作っていくと。で余った分は使っていいかな。眠たそうですね。ベッドはめちゃくちゃあるんですけど、あ、腹減ってんのか。わ、わざわざ横来たこいつ、嫌なやつだね。仲いいのかな。まあ、ここに来る7人だもんね。仲悪いわけないか。選ばれし7人だからね。よし、ドームに戻して、電気ちょっと風力いっときますか。つない、あ、ちょっとどけろ。つないで、もういいかなこれ。リサイクル。で、宇宙船っているんですかね。最初の段階でやっちゃっていいんじゃないかな。あ、例えば酸素とかでも取るわけでもないよね、来てるから。おお、びっくりした。近っ。あー危ない危ない、破片が。危ない危ない。入り口作ろっかな。こっち側入りそうだよね。ここ外なんで、こっからすぐ行けるようにと。もうここ行き止まりなんで、ちょっと畑ですかね、置きましょうか。バイオドーム、お、いいねいいね、めちゃでかバイオドーム。前回やったのはこれくらいかな、多分追いついたと思います。でんぷんバイオプラで、鉱石から金属で最低限、まず最低限作って運用できるようにしましょう。リソースなくなって積むなんてね、一番恥ずかしいですから。これはね、一旦寝てもいいですよ。入り口ができました。多いんじゃない。あ、使わないと。お、びっくりした。山に落ちてるか。まだ大丈夫だね。あ、何作ってる感じ。
めっちゃ資源使う一旦採掘とかしないといけないか。おー、でかいっすね、さすがに。てか全く中見えないじゃんこんなになんかブズブズになるんだね。こう集合体恐怖症の人とか無理でしょう。わあ、なんっけ、でんぷん質が、あ、どれでもいいのか。ポテト、水栽培による野菜栽培機、でんぷん質説明が少ない。管理が多いがめんどくさいってことかな。あーな気がするね。生産遅いけど管理少ないトウモロコシとか多分やりやすいと思うんで、安定のやつで。トマトと、なんっけ、トマトと玉ねぎでしたよね、前回やったのが。まずこれ置いといて、これ水大丈夫ですかね。ちょっと水に関して見てみましょう。インフラですか。需要が2、給水量が 3.79、 大丈夫か。給水塔を作ります。そう、これでみんなに仕事がね、あいつ行き届かず、まあ医者とかいるんですが、まあ、それもねやるとして、ちょっと水を貯めましょう。今余ってればね貯めておきたい。給水塔ん、起きる起きる、よし。現状資源が、あ、バイオプラが2しかないですね。食料にもなる豆を作るか。食料になるか。でんぷん質、まあ一応豆もやるか。豆米キノコも作ろう、よし大丈夫、こんな作って、あと先は考えてないですけど。ここ明るいね、まあ、入り口2個あるんでだいぶ動きやすそうだね。例えば倉庫を作らなかったですね。倉庫はもう今更いいかな、一旦。あ、でも野菜とかの劣化を防ぐためにはあった方がいいんだろうけど、なんか病棟を作って研究所だっけ。あ、工場ないじゃん。そういえば工場作りますか。あー、これ入んないね。あ、でもないんだけど、でんぷん室から、あー動いてる動いてる。バイオプラスよね、でんぷんからね。さあ、でんぷん室なくなりました。現在できることがありませんね。ちょ、待っていきますか。でこのロボたち直したりとかもあるんだよね、多分。前回結構学んだようで学んでないかな。隕石とか情報なかったですしね。ここだけ動いてるな。野菜に食べ物8。あ、結構厳しそうだね。でんぷん1来た、でんぷん1。OK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 。畑遅かったかな。で、みんな寝て。ちょっと士気低そうだね。憩いの場的なものを作りたいですけど。なんか起きますか、この状態で。基本、やっぱ使うよね、資源としては。片方だけでは無理であると。スペアは10個。一応医薬品もあるはあるんで、なんとかできれば。で、でんぷんも溜まってきたし。だ、勝手にここに使うと思うんで、最初の部分はなくなっちゃうかな。あ、これ、士気低いマークですよね。
士気の低さに関してはバーとか、どっちかというとこっちかな。多目的ドーム、休息と健康維持か、キャビンじゃないかな。士気だと思うんですよね。バーでくつろげない場合はキャビンじゃない？すごい小さいですし。で、入り口を一旦消しましょう。リサイクル、まあ、入り口ここにあるので、ちょっと一旦こっちから広げていってなんとかしないといけないかな。だよね。これ行き止まりでしょ、キャビンって。キャビンは行き止まりなんで、バーですね。でも酒か。小麦だとしてまだないんじゃないかな。まず工場行きましょう。まずは広げていかないと。電池増やして、風力は夜でもちょっと吹いてたんで、大きいの1個作りたいね。でここにちょっと入り口を作るかな。さすがに裏1個は厳しいの で、 でまず食料もあるんで、倉庫もねここで行った方がいいと思うんですが、病院ですね。一応医薬品はあるので行きましょうか。こっち広げたいよね。ちょっとこれやりながら風力タービンを切り替えてやって、ちょっと入り口をね、こっち、入り口イコール行き止まりでいいと思うんですよ。行き止まり系はこの山の方にいるイメージで置くとしながら、こういうとこに対してちゃんとつなげていかないといけないと。キャビン置きますか。あ、ここいいね。同じように縁に置いてと。で酸素とか結構重要なデータは、まあ、ちょくちょく見て。やっぱ人口か。増やし方はなんか研究とかで増えるのかな。人増える気配しなくない？あ、この外のやつかな。あ、アンチミテオレーザーじゃん。隕石止めれますね。あった、着陸場。基本的な着陸施設で、小型の入植船または商船はここに来ると。まだかな？今じゃないでしょ。食料あるから、ちょっと受け入れてもいいか。置いてみますか。勝手には来ないよね、さすがに。これはちょっとどこに置こうかな。この辺かな。前回でもあれか、変なとこいたよね。これ消す予定なんだよね。まあ、ここならあんま問題ないか。よし。でこれをどこか置きながらやっていくと。ちょっと技術者が欲しいですね。さあ、ちょっとね、着陸する場所作って、次回ちょっと人呼びましょうか。お、来るかな。来た来た来た。誰が直すんだ。ドクターは、ドクターいますか。お、すならセキュリティコントロール。警報、セキュリティコントロールパネルではコロニーの警報状態をコントロールすることができると。主に3つの設定があると。警報なしが通常通りで、警報、警戒警報、すべての開拓者を屋内待機する。非常事態警報、侵入者を攻撃する。あー、そんなもあるんだね。警備員が必要ですと。待ってね、1倍で砂嵐。あ、おしゃ、説明が来るわけじゃないの。待って待って、多分これか。管理で制御室がない。制御室がないとコントロールできないか。これだね。大丈夫かな。進めていくしかないね。みんなじゃあ普通に生活してしまうわけだね。
あー、なんか移動が遅いとかか？死にはしないのかな？砂嵐に関しての効果わかんないけど、まあ死なないなら大丈夫だね。できたらやっぱ外に出ないようにした方がいいんだろうけど。ロボットとかも 動かないでしょ、砂食らったら。あ、直してる直してる。さあ、OK。じゃあ、とりあえずね、今回これにしましょうか。いやー、チュートリアルやったけどね、全然ダメですね。まだまだこれからですよ。まあ、この惑星でね、苦戦していっちゃ次いけないんで、ちょっと、まあ、よりね、理解しながらいきますか。まあ、初期資源とかの違いもあるのかな？どうだろう。まあ、とりあえず、人が欲しいね。ここの鉱石が全く変わっていかないから。多分、ここのでんぷんとかを効率よく変えていければ、こう建築がより進むと思うんで、一気に良くなるはずだね。